市民の皆さんが誰でも利用して、子どもたちからお年寄りの皆さんまで一日いても楽しんでいただけるような施設になりますので。でこういうのが後に広まったりとかして、あ、やっぱり行きたかったなーで、次の時は。いや、もういろんな人と話しながら、楽しかった。はい、じゃあ感想。みんなと協力できて楽しかったです。はい、たっちゃん。とても楽しかったです。はい、お父さん。いや、なかなかコロナ禍でこういうイベント自体が少なくなっているので、